メキシコおよびラテンアメリカの皆さん、こんにちは。そうですね、今回の作品は、アステカ文明を少し意識したロケ地というか、そこで重大なシーンが繰り広げられるんですが、世界を股にかけたこの日本の伝統的なルパン三世というキャラクターをですね、コンピュータグラフィックスという新しい技術で、皆さんに見てもらえるというのは本当に楽しみです。どんな感想を持たれるのかは本当に楽しみなんですけれど、やっぱりメキシコというと本当に最近のハリウッドで大活躍している監督たちがすごくたくさんいらっしゃると思うんですけれど、皆さん割と日本の、コンテンツのことをすごく子供の頃に見ていただいてたっていうのは、なんかものすごいこっちに勝手な思いで親和性を感じております。そういう国で、どんな風に僕らの作ったルパン三世が、見ていただけるかっていうのが本当に楽しみです。聞いていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。